や、また会ったの。なんじゃったか。そうじゃ、明けおめじゃな。すまんが、ちょいと手伝ってはくれぬか。わらわ、この時期は多忙を極めるのじゃ。あまたの人間から新年への願掛けを受けたでな。それらの書類を整理せねばならんから、お主も手伝え。なんじゃ？絶対っておらんで、そこの書類の山を運んでくれ。ん？時代はデジタル、じゃと？なんじゃその外の言葉は。そんなもの必要ない。紙と筆さえ揃えば、問題なしじゃ。よくわからんことを言ってないで、わらわを手伝ってくれ。もちろん、お礼はするでな。おう、手伝ってくれるか。オンに切るぞ。じゃあ、お主の働き、なかなか悪くなかったぞ。また来年も頼みたいくらいじゃ。ありがとう。疲れたの。寝るかな。なんじゃ？お礼？何の話じゃ？ああ、手伝ってくれたお礼か。何がいいかな？ほほう？しっぽ枕とな。よいぞ。ほれ、こっちへ来い。どうじゃ、気持ちいいかな。そうか、それはよかったのじゃ。よしよし、よく頑張ってくれたな。その、今日はありがとうな。いつもは一人で淡々とやっておったのじゃが、お主と一緒にやっているとなぜだか楽しくてな。いつもより時間が過ぎるのが早かったように感じたのじゃ。いや、ただいつもより早く終わっただけかもしれんな。とにかく感謝じゃ。お主がいてくれて本当によかった。これからもいつでもわらわはここにおるでな。その会いに来てくれると嬉しいのじゃ。ん？お主？おい、お主！寝ておる。わらわが頑張って誘ってやったのに、こやつは聞いておらんかったのか？今さら起きたところで、もう知らんわ。
じゃない。もう混んでいい。あ、いや、違うのじゃ。また来てくれ。